明治神宮野球場は東京都新宿区の明治神宮外苑に所在する野球場所有者は宗教法人明治神宮であり神宮球場または神宮の通称で知られているここではメイン球場のほか、隣接する神宮第二球場についても触れる百二十六年に開場以来アマチュア野球においては大学野球の他にも 高校野球の東東京大会及び西東京大会、秋季大会や全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会のほか、社会人野球、日本リトルシニア全日本選手権などのアマチュアの大会が開催されている。日本国内では阪神甲子園球場と並んで野球の聖地と歌われる野球場でもある。アマチュア専用として初期は、 プロ野球公式戦での使用は認められなかったが、徐々に緩和され2021年現在では東京をヤクルトスワローズが専用球場として使用している。なお、本来の表記は、宮の、両の中間の線が入らない、明治神野球場であるが、一般には、常用漢字の宮が使用されている。口述されるように周囲には、国立競技場、秩父宮ラグビー場や、 併設の第二球場もあっていずれも、神宮球場が完成したのは1926年で、ある。明治神宮外苑に、明治神宮外苑競技場などのスポーツ施設が建造される中建設された。当時の金額で総工費は53万円、うち、明治神宮法参会が48万円を出品し、東京六大学野球連盟が5万円を、本工寺に寄付。 敷地造成工事に着手したのは1925年12月で、翌年1月に起工式、10月23日に春工式が行われ、摂政宮、広人親王と官員の都,都人親王が臨席し、初試合として東京対横浜の中東学校代表を呼び、東京六大学選抜紅白試合が行われた。東京六大学はこの年の周期より、 リーグ戦の一部の試合で使用し、1927年からは、この球場を会場として、都市対抗野球大会も始められた。なお、建設される遥か前、江戸時代は、江戸幕府に仕えた、甲賀社の100人組が住んでいた、居住地、青山甲賀町だった。よりき、同心の屋敷、鉄砲射撃場などがあったとされ、射撃場のあった場所がちょうどガイアライト前にあたる。 忍者頭広報課の屋敷があった場所が現在の球団クラブハウスにあたる。総計線などで収容能力に不足が見られたため、1931年には東京六大学野球連盟が公費55万円を負担して内野、外野スタンドを増築、球場正面を除いて外形が現在の形となった。収容自民は2万9000人から5万8000人に増えている。 東京六大学はこの年からリーグ戦の全試合を神宮球場で開催するようになり、1932年には、東都大学野球連盟のリーグ戦も開催され、始めた。建設の経緯、及び明治神宮が管理運営するというスタイルから、戦前はアマチュア野球の聖地とされ、プロ野球の使用は論外という雰囲気があった。読売新聞社長の勝力松太郎は、 将来プロにするということを伏せて全日本チームを組織し、1934年に米国メジャーリーグの招待試合を神宮球場で開催した。勝力は翌年2月に右翼に切りつけられる事件に見舞われたが、犯人が取り調べで述べた動機には、読売がアメリカの野球チームを招き神聖な神宮球場を使ったことが天皇期間接指示と共に挙げられている。 日中戦争勃発後の1938年には都市対抗野球大会が完成直後の高楽園球場に会場を移し、さらに1943年には太平洋戦争の激化により文部省からの通達で東京六大学と等とは共に解散となってしまった。1945年5月にはアメリカ軍による東京大空襲によって被災し、 火災によって一部が崩れ落ちた。日本の敗戦後には、日本占領軍であるアメリカ軍により接収され、連合国軍専用球場として、ステイツアイドパークの名称で使用された。それでも終戦年である1945年には、日本人の使用にも解放され、東京六大学 OB 紅白試合、オール総計戦、職業野球等在対抗戦などが行われた。このうち、 東西対抗戦はプロ野球発足後に東球場で初めて開催されたプロの試合である。1946年からは東京六大学と東都が復活。春季は神宮球場での試合は認められなかったが周期から一部の試合で解放されている。帝国主義者を養成してきた東京大学に球場を 使用させないというのも接収が1952年まで続いた理由の一つであった。1946年5月から6月にかけ、連合国軍により修復工事が行われ、照明設備が新たに設置され、内野にも天然芝が敷かれている。この時期には、球場初のプロ野球公式戦、全日本大学野球選手権大会の前身である。 大学野球王座決定戦、第1回目のプロ野球日本選手権シリーズ第1戦などが開催されている。東京六大学は上井草球場などと併用してリーグ戦を行っていたが、1950年周期より全試合での開催を認められている。ただし連合国軍による接種が解除されて明治神宮に返還されたのは、 サンフランシスコ条約の発行間近である1952年3月のことである。連合国軍による接収解除後は内野天然芝と照明が撤去され、バックネット裏前列に1953年から放送が開始されたテレビ放送席が新設されている。1962年にはスモーバート地に第二球場が完成した。 1962年からは閉鎖される駒沢野球場の代わりとして東映フライヤーズが使用を開始し、ついで1964年に高楽園球場から国鉄スワローズが東映と入れ替わるように移転している。これらの動きには学生野球界は強く反対したものの、結局は認められた。東映の使用開始時の1962年にはバックネット裏の増築、 ナイタは設備新設、ラッキーゾーンの設置といったプロ基準に合わせる改修を施した。さらに1967年にはホームベースを動かすなど、当時の標準的な球場に近づける大改修が行われた。その後幾度も改修が重ねられ、個別座席、人工芝グラウンド、照明灯電光スコアボードなどが取り入れられている。収益を優先する観点から、 1981年に一度は廃止されたフェンス広告を後に再開した。またコンサートなど大型イベントの開催も行うなどの動きもある。収益の高いプロ野球を人気の低下が見られる学生野球より優先しようとする意見もあるが優先度の変化のみで学生野球優先の方針は維持されたまま現在に至っている。 2007年11月24日からは大規模な改修工事を実施し、2008年3月6日に竣工式が行われた。スコアボードの全面フルカラーフリーボード化やフィールドの拡張、ロングパイル人工芝居の張り替えなどを行った。総工費は約15億円。2011年シーズンからボールカウントの表示方式を日本国内で旧来使用されていた。 サボー順から国際ルールに即したビソ順に変更した。東急上のカウント表示はコンピューターグラフィックスを使用しているため表示部分の回収は必要なくソフトウェアの更新などで対応した。同年には内野席に2013年には外野席にウッドデッキ帳の特別席が設置された。2013年オフからは3年計画でスタンドの老朽箇所の回収と 耐震補強工事を実施する。試工業者は安藤狭間工事は継続的に野球の試合に利用できるようにするため、シーズンオフのみに限定し、2016年3月の完全春工事に耐震回収促進法に基づく耐震認定の検定を受ける。第1期は内野正面スタンド部、第2期は1.3塁側内野スタンドと正面スタンドの屋根、第3期は 外野席の改修を行う。また、外壁の改修は、耐震補強工事に従って順次行う。正面スタンドは一部が、耐震補強壁となることから歴史性を忍ばせ、耐久性に優れた、レンガ素材を使用した壁面を使用する。正面スタンドの大屋根は、鉄製から、テフロン製、テント膜に変更される。また正面スタンドの大屋根は、 現在の鉄骨骨組みを補強した際は、2階席から視界が遮られてしまうので、鉄骨の骨組みを盛り替えて回収する。屋根の軽量化を図るために、これまで使用していた鉄板から、テフロン膜を使用することで、最小限の構造部材で組み上げられるような形状と、する。現球場は、築90年を超え、老朽化や耐震補強が課題となっており、 上記の通り2013年から3年計画による工事を実施しているが2013年頃から東京都が2021年から神宮外苑の再開発を行う構想を打ち出していると複数の報道機関が報じたこの報道がなされた2013年現在はまだ知見者との話し合いが行われている段階だった2015年4月1日2020年 東京オリンピックパラリンピックの開催後に、明治神宮外苑をスポーツの聖地とするための再開発を進める一環として、近接の秩父の宮ラグビー場との土地交換で新球場を建設する計画を明らかにした。計画案としては、まず、東京大会前までに現ラグビー場を撤去、解体し、開催期間中は暫定的に駐車場として利用する。大会終了後、 正式に新球場の建設工事に取り掛かり、完成後に現在の神宮球場を撤去、解体する。また現在の神宮球場の跡地に新ラグビー場を建設する方針である。また、第二球場についても再開発をするにあたり解体する予定で、工事中も野球、ラグビーなどが滞りなく、可能な限り開催できるようにすべく。 新たな球技場の建設を予定している。その後、2017年7月に当初の計画案から順番を入れ替えた形で、秩父の宮ラグビー場、神宮球場の順に建て替える方向で調整が進められていることが明らかになった。そして、2019年2月25日に神宮球場を所有する、明治神宮、秩父の宮ラグビー場を所有する、 日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事、三井不動産の4社で、神宮球場と秩父の宮ラグビー場の場所を入れ替えて、再整備する神宮外園地区の再開発の基本協定が、締結された。2020年東京大会の翌2021年に、神宮第二球場を解体し、2022年以降に、新たなラグビー場の建設を開始する。 新たなラグビー場の工事が一旦完了する2024年以降に現在の秩父の宮ラグビー場を解体し、その後地に新たな野球場を建設する。新たな野球場が完成する2027年以降に現在の神宮球場を取り壊して、ラグビー場の観客席を増設、神宮外園地区の再開発完了は当初の計画では2030年の予定であった。 しかし計画の見直しにより、新たなラグビー場の後期を2023年から2026年に変更。新たな野球場は2027年に工事を開始し2031年頃に完成する予定となり、再開発全体の完了時期は5年ほど遅れて2035年に変更されることになった。2019年2月22日時点の明治神宮野球場1961年。 東映フライヤーズの本拠だった駒沢野球場が東京オリンピックの開催に伴い東京都から用地返還を求められたため閉鎖されることになった。東映は次の本拠を探す中で明治神宮側へ神宮球場の隣に建設中だった第二球場の使用を申し出た。一度は断られたものの原因を作ったとに仲介を持ちかけ、結局は 学生野球の試合が開催される場合それを優先すること、6月から9月にナイターで試合を行うことなどを条件に、1962年から神宮球場の方を使用することが認められた。あくまでも仮の処置であり、後楽園球場や東京スタジアムと併用する形で、主催試合数の半数近くが神宮で開催され、事実上の専用球場とされた。 球場別試合数では人宮が多かったものの、これは半数以上の試合開催を求める現在の日本プロフェッショナル野球協約では認められない試合数である。その年、パリーグ優勝を果たした東映は日本第5戦は学生野球優先の取り決めもあり、後楽園球場で開催された。 また1963年には東京オリンピックの共産チャリティというサブタイトルでオールスターゲームを初開催した。1964年から国鉄スワローズが神宮球場を正式に専用球場としたため、その年の投影は日程の余裕が出る後楽園球場で主に試合を開催し、翌1965年より正式に後楽園球場を 専用球場として結果的に入れ替わることになった。ただし試合数を段階的に減らしながらも1980年まで準本拠地として使用している。1963年のシーズンには、高楽園球場を専用球場としていた国鉄スワローズも地方開催扱いで数試合開催した。シーズン終了後、国鉄球団は第二球場を 専用球場にしたい意向を明らかにし、産経新聞社、富士テレビジョンが主体となって3万人収容の球場とする具体的な改装計画まで明らかにしたものの、日本学生野球協会は反対の意向を表明。さらに、学生野球が将来神宮球場から追い出され、第二球場に追いやられるのではという噂まで流布し、国会の文教委員会でも問題となり、さらには、 右翼団体までもが介入し、今村ひとし陸軍大将までもが、神宮プロ野球進出反対運動に担ぎ出されたという。結局、第二球場は、アマチュア専用にしたいという管理者の意向や、プロ側が要求する、球場設備を満たすための拡張用地の確保がすでに、無理なこともあり、第二球場の使用は却下され、改修工事は、第一期工事で中断となった。代わりに、 国鉄の専用球場として1964年のシーズンより神宮球場の通年使用が認められた。これは国鉄を実質的に経営していた富士テレビに対して高楽園球場のテレビ中継権が与えられていなかったこととそれに付随して富士テレビが国鉄線テレビ中継を強化したかったこと等も絡んでいる。 プロ仕様への反対はすぐになくなったわけではなく、1965年2月の衆議院体育振興特別委員会では自民党の川崎秀次議員が外縁の経済的維持が困難なら国立野球場にしても良いのではないか。また、プロ球団に貸さなくても外に財源の道はあるのではないかと質問したり、予算委員会で愛知基一文部大臣が プロ野球の根拠地となることは歓迎できないと発言するなど、保守系の議員から国会で反対する意見が出されていた。国鉄はプロ野球球団で初めて神宮球場を専用球場にしたものの、球場側には東映と同様に学生野球を優先することを求められた。そのため神宮でのデーゲームは例年、学生野球の行われない時期に限定される。 2004年まで毎年5月下旬に行われていた千葉マリンスタジアムでの公式戦は同時期に神宮で行われる総計戦の開催を考慮したものである。一般的にプロ野球では試合前の練習を球場のグラウンドで行うが神宮球場では日中に学生野球の試合が行われる際に外野側場外にある軟式野球場や屋内練習場を使って行われる。 2008年までは試合開始時間をずらすことも行われた。1978年にはヤクルトスワローズが初めてリーグ優勝したものの、東京六大学が優先され日本シリーズは後楽園球場で振り替え開催された。その後東京六大学、東都大学両野球連盟との調整により、1992年と翌1993年の日本シリーズでは、 ヤクルトのホームゲームが初めて神宮球場で開催された。以降、日本シリーズのヤクルト主観試合はすべて神宮での開催となっている。1992年には日本シリーズの表彰式終了直後に6大学野球の試合が行われたため、普段よりはるかに多い観客が6大学の試合を観戦したというエピソードが残っている。 1995年以降は日本シリーズがナイター開催となったためシーズン中同様に大学野球はデーゲームで開催されている。この他にも1970年代初め頃まで大学野球との日程の絡みで消化試合を神宮で行えず川崎球場や東京スタジアム横浜公園平和野球場を借りていった事例もある。神宮球場は ヤクルトの本拠地ではあるが昔はビジターチームのファンが多かった。レフトスタンドは大抵の試合でビジターチームのファンで埋まり、特に阪神タイガースが終盤まで優勝争いを演じている年はライトスタンドですらビジター側のファンが大半を占めることも珍しくなかった。古田厚也が監督就任時に東京ヤクルトスワローズへの会称やユニフォームの一新など神宮を ヤクルトファンで満員にしようの合言葉のもと進めた、会プロジェクト発足の理由の一つとして、この状況が挙げられる。その回もあり、近年では、レフト側に、ヤクルト応援席ができる試合も登場するなど、ヤクルトファンがスタンドを埋めることも少なくはない。1972年オフの東京スタジアムの閉鎖に、伴い本拠地を失った。 ロッテオリオンズは、金田正一監督在任時代の1973年から、川崎球場に移転する前年の1977年まで、主催公式戦の一部を神宮球場で開催した。1973年当時、ロッテは、都内での試合数確保の観点から、年20試合程度を東球場で開催する、移行だった。ところが、ヤクルト球団、東京六大学野球連盟、 当と大学野球連盟との日程調整で、折衝するも折り合いがつかず、年6試合の開催にとどまざるを得なかった。1973年のパリーグで、ロッテは難解と熾烈な優勝争いを展開。優勝がかかった6月の対日タクホームさん、連戦では1試合あたり6万人ものファンが詰めかけ、ロッテ優勝の瞬間を見届けようとしたが、 ロッテは惜しくも前期優勝を逃している。横浜 DNA ベイスターズは本拠地の横浜スタジアムが2021年に延期となった2020年東京オリンピックの野球種目の会場となっており開催期間中とその前後は横浜スタジアムが使用できないことから2021年6月29日30日の対中日戦よび7月2日から4日の対巨人戦は 全身球団時代も含めて初となる神宮球場での開催を予定している。神宮球場が他の球場と決定的に違うのは学生野球に優先使用権が認められていることである。これは神宮球場の建設と拡張に東京六大学連盟の尽力や資金提供があったという事実からである。また所有者の明治神宮が アマチュア野球を優先してきたという歴史的な経緯もある。しばしば他の一般的なプロ野球の本拠地球場になっている球場と同じように、神宮球場はスワローズの本拠地で大学野球は曲がりしていると誤解されることがあるが、スワローズ側が曲がりしているのが正しい。収益力の高いプロの日程を最優先させるべきだとの意見は以前から一部にはあり、時代の経過とと,ともに、 大学野球全体の人気の低下がその声を後押しする傾向が強まり、近年は工業収入の問題から大学連盟側がヤクルト球団側に情報するようになってきている面もある。ただし、神宮球場側の基本的な認識は前述の歴史的な経緯から現在でも球場使用の割当ての最優先権を東京六大学野球連盟に与えている。 明治神宮とヤクルト球団は神宮球場の使用契約を1年ごとに更新している。このことがたびたび取り沙汰されるヤクルトの他地域への移転の根拠として挙げられている。学生野球の使用割当てを優先的にするのはあくまで基本的には春先に行われるその年度の球場使用割当てを決定する場合においてである。1年を通して 春先に決定した内容が年間を通して遵守される。後日に順延等の都合で調整が必要な場合は、基本的に未使用で空いている日時をやりくりして調整を行うことになる。この手の誤解を招く元になっている代表例として、東京六大学と等との関係を紹介する。大学野球のリーグ戦期間中は、基本的に六大学が土曜日引く水曜日、等とが木曜日、 金曜日の割り当てとなっている。実際には、トートが日、水の日程で組まれているが、これは、六大学のリーグ戦期間中で六大学が使わない、日は、トート側が使用しても構わないという六大学と、トート間の従来からの協定に従ってのものである。そのため六大学が、順延などで月曜までに、その週の対戦が決着しない場合は、 翌日以降も6大学の開催日に変更される。当との開催日はそれに従い順延され、最悪目、金のみに変更されることもある。この順延の制度のためいつでも6大学が自由に使えるという誤解が一部に生じている。事前の球場使用割当て時では6大学のリーグ戦の日程及び6大学連盟からのその他の使用申し出に従った割当てを優先的に行うが、 リーグ戦期間外では優先権はない。そのためリーグ戦後に行う新人戦とリーグ戦が消化しきれなかった場合では六大学が優先的に割り込めるわけではない。トート側についても同様でリーグ戦期間外でもトートが来、金曜日を自由に使えるわけではない。シーズン固有の事情などにより事前に何らかの使用権が成立している場合は例外となる。 球場の年間使用スケジュールの外況は各年の神宮球場ガイドブック春季号に掲載されていた。プロ野球と大学野球の平曜日には大学野球の試合開始時間を通常より30分、ないし1時間を早めたり延長なしの休会打ち切りとなる。2009年からは平曜日でもプロ野球の試合開始時間が18時となっているが、それまでは遅らせて試合を開催していた。 1989年までは一律18時30分延長戦が15回までに変更されたことをきっかけに1990年から2008年まで18時20分開始となっていた。大学野球が長引いた場合は試合開始時間を遅らせる処置が取られている。このように学生野球のスケジュールが優先されてきたが、1985年10月16日に 阪神タイガースが21年ぶりのリーグ優勝を決めたヤクルト対阪神戦の試合当日は日中に予定されていた東都大学リーグの試合が延期される事態となった。これは前日から阪神ファンが球場前に多数詰めかけたため学生野球の試合を開催した場合の混乱を避けるべくなされた措置で投球場を始まって以来の異例のものであった。ヤクルトでは オープン戦期間中と公式戦でも主として学生野球の試合が組まれない4月初旬、ないしは9月初旬にデーゲームを組むことがある。1990年以降、神宮でのデーゲームは1991年と2001年の4月に各2試合開催したのみだったが、近年は大学野球側との接衝交渉を積極的に行うようになり、開催数が若干増加している。 2005年は6月4日、5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、6月18日の西武ライオンズ戦と7月2日、3日の中日ドラゴンズ戦をデーゲームで開催した。さらに2006年、開プロジェクトの一環としてデーゲーム開催数の増加について、大学野球側と接触を行った結果、前年に引き続き6月3日、4日に加えて、 従来の東都大学野球連盟のリーグ戦、使用分であった5月3日、4日もデーゲーム開催に変更した。2011年も東日本大震災による省エネ、節電の対策により4月の公式戦、ヤクルト主催試合の一部をデーゲームで行うことになり、東京六大学、東都大学両野球連盟の協力を得て、プロと同日開催である場合、 学生野球の試合は1試合に減らし、プロ野球の試合を午後から開催できるようにした。2017年は5月3日5月4日の阪神タイガース戦をデーゲームで開催することにし、これに伴い、本来であれば、上記の期、金曜日のデーゲームを基本使用日としている、東都大学野球連盟のリング戦は、5月1日5月2日の、月、火曜日に前倒して開催を行った。 アマチュア野球とプロ野球が同日に開催される場合、観客は通常、入れ替え制とするのが原則である。ただし、曜日、注目カード、優勝決定等の理由で入場マッチ列が長くなり、神宮外園内に並ばせる余地がない場合は、試合中に、主に外野席から優先して、プロ野球の観客を入場させることがある。アマチュア野球で、外野席を開放するのは原則として、 東京六大学リーグ戦のみである。下記はその一例である。上記のようにファンサービスの観点で学生野球が組まれていない時期にもデーゲームが行われることがあるが、これまで8月の開催については暑さ対策のためデーゲームとはしなかった。2013年以後は8月にも17時開始の白部開催の形でデーゲームをする試合が増えている。 なお2018年は4月から6月に昼間開催を行ったほか、6月30日と7月1日には17時からの白母デーゲームを実施した。それ以後はすべて18時以後のナイターとなり、下記白母を含めたデーゲームは行われない。神宮球場の空撮写真球場データ、編集グラウンド、編集1967年から2007年までの交渉は、 両翼十一メートル、中間百二十メートルで、グラウンド面積は一万二千五百二十五平方メートルであった。野球場研究家の沢柳正義によれば、左中間は百十二点三メートル、右中間は百十二点二メートル。この広さは九百六十七年の改修当時において標準的なものであったが、九百八十年代後半以降から日本各地で、 公認野球規則2.01に合わせた球場が増えたために相対的に狭くなった。特に両翼は拡張される前の時点でプロ野球の本拠地球場としては最も距離が短く、そのためにファウルポール際の打球は詰まった当たりや低いライナーなどが容易にスタンドインしてしまうことが目立っていた。これを改めるため2007年オフには回収に弱手。 両翼の距離は97.5メートルに拡張された。この際は101メートルに拡張したと発表されていたが2013年オフに耐震工事開始前の測量を行った際に誤りだったとされ訂正された。ただしそれ以前から97.5メートルとする資料も存在する。拡張されて両翼97.5メートル、中堅120メートルとなったがこの数値は 他のプロ野球の本拠地球上と比較すればまだ狭いものである。また左、宇宙間から両翼にかけて拡張された面積はわずか134平方メートルでフェンスは直線となっており、東京ドームに似たような広さ、形状となっている。ファウルゾーンはバックネットが直線上であるためダッグアウト前がやや広めである。外野がファウルゾーンには2組の屋外ブルペンがあるが、 プレイングフィールド内にブルペンがあるのは日本プロ野球12球団の本拠地球場中唯一である。ブルペン側のスタンド下にはダックアウトと別にリリーフピッチャー用の控室が用意されている。グラウンドは全面ロングパイル人工芝であり、ベース付近やマウンドなどにはアンツーカーを主に使用した土が敷かれている。完成当初は両翼100メートル。 中堅118メートルで、グラウンド面積は13,566平方メートル。内野がクレー舗装、外野が天然芝であった。当時としてはかなり広大なものであり、東京六大学ではエンタイトル2ベースをエンタイトル3ベースとするオリジナルルールを適用していた。百六十二年には東映フライヤーズの要請により、プロ野球開催時のみ、 左、宇宙間から両翼にかけて、ラッキーゾーンを設置した。設置時の両翼は91.4メートルであった。1965年には、前年の東京六大学の試合において、外野手がコンクリートフェンスに激突して、怪我を負った事故の対策として、ラッキーゾーンが固定式になり、他のコンクリートフェンスの内側にも金網フェンスが付けられた。 さらに1967年、ホームベースの位置を中堅方向へ8.5メートル移動し、内野スタンドと外野スタンドの両翼側を内側へず築、く、外野スタンドの中堅部分を削る工事を行った。この工事により、両翼が91メートル、中堅が120メートル、外野フェンスの高さが1.8メートルとなり、当時としては標準的な広さとなった。 脱気ゾーンは廃止されたが危険防止用の内側かな網フェンスは存続、後1970年に全面ラバーフェンスとなった。1980年、ファウルグラウンドにのみ人工芝を付設してテストし、1982年から全面透水性人工芝か、日本初の透水性人工芝と歌われた。 マウンドなど土の部分は当初国土のままであったが間もなくアンツーカーへ変更された。その後、1988年1993年2003年2008年と張り替えを行っている。ロングパイル人工芝となったのは2008年からで、それに合わせ人工芝下の舗装と暗挙も全面回収され、古くなった人工芝は隣接の第二球場に使われた。 なお過去にも東球場で使われた人工芝は、戸田球場や第二球場、東京大学のグラウンドで再利用されている。1995年には人工芝の導入により増加していたエンタイトルツーベースへの対策として、ラバーフェンスの上部に1.5メートルの金網フェンスが追加され、全体で3.3メートルとなった。スタンド 編集完成当初の収容人員は2万9000人で、外野スタンドは芝生席、内野スタンドはベンチシート。バックネット裏最上段には貴品席が設けられた。景観に配慮された設計となっており、貴品席からレフト場外にある聖徳記念会画館全体が見えるように高さを調整するため、外野スタンドは内野スタンドに比べ小さく、傾斜も緩くなった。 5万8000人収容となる1931年の増築ではそのまま外側に継ぎ足すように行われ、内野スタンドと外野スタンドの奥行きが同程度となった。傾斜に関してはそのままとなったため内野スタンドの外野よりは外野席側にやや傾きのあるようになった。スタンドの増築分の下にはコロッセオをイメージしたアーケードが作られたが、バックネット裏の球場正面部分は増築されず、 そのまま残された。東映フライヤーズが使用を開始した1962年には、球場正面部分も増築し、2階席が作られて、その下に、寄品席や放送席が設けられた。1967年の改修では、スタンドの傾斜の見直しとともに、座席の前後幅を広げ、背もたれ付きの個別座席も設けられるようになった。その後は、 断続的に日本人の体格向上に合わせる座席の更新を行ったため収容人数は減少し1998年には交渉が4万5千人になった2000年代には収容人数を実数の3万6011人と訂正さらに外野スタンドを削った2008年の改修で収容人数は3万5650人となったなお2008年の改修では バックネットも構成から繊維ネットに張り替えられた。2011年にはボックス式のテーブルシートのポンタドリームシートが設置されて収容人数は35,429人となり、2012年にもポンタペアシートが増設され、収容人数は35,133人に2013年にもセブンイレブンデッキシートが設置されて、 収容人数は34,572人となった。その後改修工事に伴い2015年は34,092人、2016年は31,941人、2017年は31,828人、2018年現在は、神宮球場公式ホームページによると31,805人となっている。前述の特別シートび外野席の中、 鉱石を除いて同じ折りたたみの背もたれ付き。かつては内野席入り口で座布団の有料貸し出しがあった。プロ野球の本拠地球場としては、延べ床面積が狭いなど、やや施設面で欠点を抱えている。球場外の通路が駐車場として使用されており、試合終了後は観客の通行に支障が出る場合もあるほか、スタンドの面構成も適切とは言えないものとなっている。 1967年の改修で増設されたスタンドの前方は内野席、外野席とも傾斜が緩く、特に外野側の一部では前の客の頭でグラウンドが見えづらい席もある。一方、スタンドの後方は勾配のある造りとなっているものの段差が不規則であることから席により観戦のしやすさはかなり異なる。選手用のスペースも小さく、 クラブハウスと球場との行き来の際は内野スタンドと外野スタンドとの間にある通路から入り、ここからベンチへはグラウンド内を歩いていく。試合前や勝利後はファンとの触れ合いが見られる一方、連敗や惨敗した日は観客からの罵声やヤジが飛び交い、時には物が投げ込まれるなど、特にビジター側の選手にとっては辛い移動と呼ばれている。試合後の移動では、 取材陣がコメントを取るために、監督や選手を囲んでいる様子が見られる。なお、スワローズの選手は、通路とクラブハウスの間は原則として、地上を歩いていくが、地下道もあって、選手の移動に支障がある場合に使用される。この地下道は、荒木大輔が入団時、ファンに囲まれて、身動きが取れなくなるのを避けるために設置されたため、通称、 大助トンネルもしくは荒木トンネルと呼ばれている。ビジター側は通路とクラブハウスが立教でつながっている。1.3類のスタンドには大学野球の応援用に使用するパネルを設置するための金具が設けられている。2011クライマックスセファーストステージのヤクルト対巨人戦は総計戦と日程が重複したため慶応の応援団が陣取る3類側の 応援パネルが撤去されずそのままの状態で飾られた中で試合が行われた。禁止事項周辺住民に配慮し太鼓を叩いての応援は原則的には禁止。最初に規制が実施されたのは昭和天皇崩御に際しての自粛規制であったが、これを機会に以後も応援での太鼓使用についての規制が何らかの形で継続して現在に至っている。 周辺住民からの再三再祀にわたる抗議も影響していたとされる。プロ野球では2009年まで太鼓形態の打楽器は一切使用が禁止であったが2010年によりデーゲームに限って太鼓の使用が許可され、その後2013年からはナイターにおいても太鼓の使用が認められるようになった。太鼓が使用できない応援の際はメガホンなどのリズムがポール際や センター側でずれることがしばしばある。また、高校野球では、東京都高野連の規制により一切の打楽器使用は禁止。大学野球、その他、アマチュア野球などでも、いわゆる大太鼓は、試合前後と7回の効果成章時のみの使用に、原則的に制限される。ただし18時以前に限り水槽団体所属の太鼓なら、使用が許可されている。さらに、 18時以降は対抗を含むすべての打楽器類が使用禁止になり、22時以降はすべての楽器類が使用禁止になる。これは途上例におけるスタジアム等での楽器応援規制とは別なものである。全日本大学野球選手権では校歌、応援歌、応援局が赤べらで行われることがある。近年では神宮第二球場で行われる。 東都大学リーグ戦において、試合開始時及び7回表裏の効果成章以外は、一切の楽器使用が禁止されている。2009年5月より、Z 風船の使用を禁止している。当初は、ライトスタンドのみ禁止されていたが、新型インフルエンザの日本国内での感染拡大を受けて、打球場に習い同年5月から、使用自粛を呼びかけ、 6月から、球場周辺への風船ゴミ飛散防止と観客の衛生面への配慮を理由に、全面禁止に移行した。スコアボード、編集神宮球場電公式スコアボード2007年、当時のプロ野球開催時の表示。選手名表示部には、出場各選手の打率、本塁打数を表示。審判名は、イニング間に不定期で表示される。 外野観覧席背後に設置したスコアボードは完成当初から得点表示部分は巻取り式で得点、カウントなどを遠隔操作で自動的に表示できる当時としては近代的なものだった。1931年の拡張工事で得点表示部は延長15回まで、それにヒットやエラーなどを表示する装置も付けられた。 1980年には電光化、ついで1995年に高輝度放電管に置き換わってフリーボードがスーパーカラービジョンとなりフルカラー化された。さらに2008年には LED による全面フルカラーフリーボードとなった。屋外野球場としては国内最大規模の表示面積を誇る。映像表示時は画面アスペクト比16。 旧ワイドサイズのデジタルハイビジョンに対応している。電光開口独特の表示方式を用いており2008年の全面フリーボード開口もこの方式が CG によってほぼ踏襲されている。特色として以下の点が挙げられる。このほかバックネット裏2階席の屋根にサブスコアボードを1機設置している。メインと同じく2008年に 全面フルカラー LED フリーボードに変わり映像表示が可能となった。また、プロ野球の開催球場では、スコアボード上に5本のポールがあるのが一般的だが、投球場には3本しかない。セリーグ連盟機を通常日本国旗が掲げられる中央に掲げ、代わりに国旗はサブスコアボード上のポールに掲げられている。広告、編集広告のある箇所は、 フェンスやバックスクリーン周辺など、プロ野球の本拠地球場としてはかなり限定されている。広告が最初に設置されたのは1969年で、回収費用の捻出という目的があった。コンクリートのフェンスと金網フェンスの間に差し込む仕組みで、当初はプロ野球使用時のみに限定、大学野球開催時にも設置されるようになったのは、この年の秋からである。翌年には、 ラバーフェンスとなったため、ラバーに貼り付けられた。またこの頃に、スコアボード付近の合計5箇所に広告が貼り付けられた。1980年の電光掲示板設置時には、その周辺のみではあるが電光看板広告を設置した。後楽園、横浜スタジアム、川崎球場、名古屋球場、阪神甲子園球場、広島市民球場に続いて出会った。逆に、 フェンス広告は1981年に一度すべて撤廃され、1990年代にはオールスターゲームで2013年オープン戦までの通常ネット裏スポンサーだったブリジストンのスペースが使用できなかったために一時的に掲示したケース以外は全く。この理由として当時の神宮宮寺はフェンスは芝生の延長であり芝生に広告を出さないだろうと語った。 その後再び老朽化した球場を含む神宮外苑のスポーツ施設の管理、一年室のため2000年代初期からベンチ付近に復活、2006年からは外野部分にも貼り付けられた。2006年から2009年は外野側にヤクルト球団の共産スポンサーユニデンの広告が集中的に貼り付けられていたが、ユニデンとの契約が切れた2010年から広告が減らされた。 2010年は当初、左中間部分に明治記念館、宇宙館部分にはヤクルトミルミルの二つのみであったが、8月以降はヤクルト製品の広告が外野側に貼り付けられるようになった。2011年は、左中間、宇宙館に一部ヤクルト以外のスポンサーの広告も、加わったも掲示された。また、バックスクリーンは回転版になる前から、三菱自動車、 NK ホームや東京スタイルの広告が両サイドに掲載されていた。1981年に回転版になってからは、中央部分にヤクルト本社トヨタ自動車、両サイドは左が富士テレビ、右は日本放送が掲載されており、両サイドも回転版を採用している。ただし、節電対策とバックスクリーン中央部のスポンサートヨタの広告自粛の影響のため、 2011年は中央部の稼働は中断した時期があった。スコアボード本体については2008年の回収実施後のフルビジョン化の実施に伴い、それまで選手の個々の打率、ホームラン数を表示していた箇所に広告が表示されるようになった。売店、編集バックスクリーン裏や内や外野観客席裏に軽食や弁当類、カレーや ラーメンなどを提供する店舗が多数入居している。なお、築地銀河小屋31アイスクリームなど、複数のチェーン店の店舗も入居している。アマチュア野球の開催が中心であった経緯から、打球場に比べてオーソドックスな出店形態であったが、近年は、プロ開催時を中心にオリジナルグルメも充実させている。東京六大学野球でも限定メニューを販売。 売り子は2017年まで男性による瓶ビ,ビールの販売も続いていた。自販機はヤクルト社を含めて缶、瓶製品以外を設置。また、ヤクルトスワローズを中心としたプロ野球グッズを販売する売店が内外にあるほか、試合開催時には対戦チームのグッズを専用に販売する売店も設けられる。なお、球場の構造上、 観客が内野スタンドと外野スタンドを行き来することはできない。2011年からは内野席の観客が外野スタンド内の売店を利用することが認められており、場外から再入場する形で行われている。2019年7月24日時点の明治、神宮野球場1926年、明治神宮相撲場として開設された。宮武三郎が、 神宮球場の外野スタンド造築前に場外ホームランをここに打ち込んだという、1947年から1948年にかけてオズモの本場所工業が行われた。その後野球場に改築されることになり、1961年に竣工したが、国鉄スワローズの移転の見込みに伴いすぐに増改築が行われた。当初は、 神宮球場のレフトスタンドとセンターが接する形となっていたが、一類、側スタンドが接する向きに変更された。以前フィールドは全面クレー舗装だったが、1993年に人工芝が付設された。2020年の東京五輪では投資基地を投的種目の練習場とすることになっているが、具体案は公表されていない。球場自体の用地が境外で、 外野後方には道路があるため外野スタンドがなく、フェンスに沿って高い防球ネットが張られていた。また1.3塁側についてもベンチを超えた内野以降は座席が設けられていなかった。メインスタンドは2層式スタンドで、通常は1階席の部分のみ開放。他客時には2階も開放されていた。2階席の一部には神宮球場のグラウンドを見下ろすことができるエリアがあり。 神宮球場で試合が行われている場合は、満員時を除き立ち入り禁止となっていた。座席は本球場の外野席と同様の背もたれのない一人用となっており、バックネット裏上段に机付きの記者席もあった。高校、大学野球では、ベンチ上のスペースで応援団員がエール交換等を行っていた。売店は、球場入り口正面に一つのみあり。 限られた種類の飲食を販売していた。2019年までは、東京都高等学校野球連盟主官の大会に使用されていた。以前は創設当初の首都大学野球連盟、東京新大学野球連盟や、東都大学野球連盟の2部リーグも使用していたが、大学野球は、日程が祝日になった場合、加盟校のグラウンドを使用するため、原則として明治神宮大会。 および東京都高野練習館大会で使用する場合を除いてアマチュア野球が第二球場を週末と祝日に使うことはなかった。明治神宮大会ではかつて高校の部は準決勝までの試合が行われ、以後本球場への開催に移った際も大学の部1回戦は数試合が組まれていた。また多くの入場が見込まれる試合は本球場での開催に変更されることもあった。 末期は、夏季大会の準々決勝や秋季大会の準決勝以降の会場から外されるなど、高校野球での使用も減少傾向にあった。なお、東都大学2部リーグでは1973年から第2球場を主会場としていたが、球場が狭いことにより、打球が場外に飛び出すケースが比較的多いことや、施設の老朽化などから2013年秋季をもって、 第2球場の使用を中止することになり、2014年、春季リーグ戦以後は、2部リーグに加盟する大学の、グラウンド、町田市を乗る球場等での実施を経て、首都圏公営球場で開催している。また、かつて1部リーグや2部以下の入れ替え戦も、開催実績がある。上記事情により、プロ野球1軍の試合には使用されていないが、過去に2軍、イースタンリーグの試合に使用された例はある。 また、第二球場は明治神宮外苑ゴルフ練習場の西練習場を兼ねており、一類、川ダックアウト付近から右翼、ポール際にかけてゴルフ練習用の打席が121打席設置されている。ゴルフ練習場の内東練習場は通年営業しているが、第二球場を兼ねる西練習場はアマチュア野球公式戦の行われる日は早朝と夜間のみの営業となる。 アマチュア野球公式戦が行われる時間帯以外はゴルフ練習場として強用しており野球場としての草野球の一般利用は受け付けていない。ゴルフ西練習所は1973年に設置された。フェンス広告はないがゴルフ練習場として活用されていることを踏まえてレフト側にゴルフ関連の広告看板が設置されている。また過去には 神宮球場に合わせて右翼側のスコアボード上に聖古の広告看板が設置されていた。とうと二部撤退後の2014年頃から外野を中心として人工芝の劣化が顕著となり、2016年頃には外野の大半は下地が剥き出しの黒ずんだ状態となっていた。2017年頃から一部の芝が張り替えられたものの、それ以降も外野の芝は 継ぎはぎ状態であり、センターからライト方向深くの芝は最後まで黒ずんだ状態で使用された。2019年11月3日の周期、東京都高等学校野球大会準々決勝、日大3、提供戦を最後に野球場としての使用は終了した。くしくも東京を代表する名門校同士の対戦となり、試合前には、 東京都高野連による高校野球全日程終了の式典が行われた。試合終了後には両校の選手、監督らによる記念撮影が行われ、共に全国でも屈指の名称として知られる提供監督の前田光を日大三監督の小倉正義は健闘を称え合うとともに球場への感謝の思いを語った。その後2019年末まで、 ゴルフ場としての営業が継続された後、2020年以降は東京オリンピックに向けた資材置き場となっている。前日の通り、神宮外園地区の再開発に伴い、2021年をもって第二球場は解体され、跡地には新秩父の宮ラグビー場が建設される予定であるが、東京オリンピックが2021年に延期されたため、その動向は不明であった。 2021年1月15日、スポーツ庁はラグビー振興に関する関係者会議を開き、新秩父の宮ラグビー場を完全密閉型屋根付きのスタジアムとする方針を決定した。グラウンドは人工芝にして多用途に対応し、収容人数は2万人規模を想定している。2023年から2026年に予定されている。 1> 第1期工事では南側をオープンにしたスタンドが3、方向のスタジアムとして整備される。現在の神宮球場が取り壊された後に、南側のスタンド及び屋根の設置工事が行われるため、最終的な工事完成は2033年からずれ込む見通しである。2019年2月22日時点の明治神宮、 第2野球場初試合に皇太子が臨席するなど、皇族を招いての試合がいくつか行われている。1931年の増築は、総慶戦を観戦した際、入りきらなかった観衆を見た秩父の宮が勧めたのがきっかけであった。2009年には、愛子内親王と皇太子夫妻が若松勤の解説で東京ヤクルトスワローズ対横浜ベースターズの試合を観戦した。 東球場で起きた大きな事故として以下のものがある。ヤクルトが1978年にセリーグで初優勝した時、ファンが優勝を祝うがあまりに客席から飛び出して選手や広岡達郎監督を胴上げするという光景が見られ優勝記念の表彰式ところの騒ぎではなくなっていた。その模様は富士テレビの制作によって全国テレビ中継された。 そういったこともあり、同じ神宮で1985年、21年ぶりの優勝を決めた阪神タイガースの試合の時には警備員を多数増員して乱入をしないように警戒を強めたという。2015年現在、東急場で監督の優勝胴上げを行っていない、セリーグのチームは横浜 DNA ベイスターズだけとなっている。げを行ったチームは順にヤクルト、 阪神、広島、中日、巨人となる。なお、パシフィックリーグのチームが、日本選手権シリーズ優勝で胴上げを行ったのは1992年の西武ライオンズと2015年の福岡ソフトバンクホークスの2例だけ。セパ交流戦では胴上げこそ行われなかったが、2005年に千葉ロッテマリーンズが、交流戦初代優勝をこの球場で決めている。 第二次世界大戦終了後、新中軍に接収された明治神宮野球場では、1945年11月11日にアメリカ合衆国軍人らによるロデオ大会が開催された。また戦後初めてとなる公式のサッカー試合が行われたのも、この明治神宮野球場である。この翌年の1948年にも、同所で東西対抗戦サッカー試合が開催された。 人工芝導入後より一般貸し出しが行われており、ストロングリーグでは全国難式野球統一王座決定戦、ジャパンカップの決勝会場や交流試合などで使用している。周辺には国立霞ヶ丘陸上競技場や秩父の宮ラグビー場などの球技場があるために野球以外のスポーツイベントが行われることはほぼないが、1989年8月7日には、 日本代表隊、マンチェスターユナイテッド FC の親善試合が行われている。コンサートやイベントの会場としても使われることがあり、毎年8月には神宮外苑花火大会のメイン会場として使用され、花火の打ち上げを第二球場から行っている。近年行われた主なイベントとしては以下のものがある。ありがとうございます。